鮫島タイムスです。衆議院解散直前に萩生田光一ら裏金議員を非公認にする、この方針は安倍派をめった切りする、そうした強い意志が働いています。一体これを主導したのは石破総理なのか、森山幹事長なのか、小泉選対委員長なのか。まずは仮説1、石破総理が主導した。石破総理、総裁選の最中から安倍派の裏金議員を非公認にする、そんな考えをちらつかせてきました。もともと安倍元総理にいじめ抜かれてきた安倍派には怨念があります。実際石破人事、安倍派から入閣者はゼロでした。そして安倍元総理を国賊と呼んだ村上誠一郎氏を総務大臣に起用した。まさに安倍派の神経を逆なでするような人事、これを主導したのが石破総理その人であるのは間違いありません。安倍氏にずっと干されてきた冷や飯を食ってきた、積もりに積もった積年の恨み、それを晴らしたい。けれどもいざ総理大臣になるとこの方針を貫く強い強い覚悟、それは見られなかった。いきなりこの公認問題もトーンダウン、全員公認する、そういう方向で調整を進めていました。一体それはなぜか。もともと総裁選挙、小泉進次郎氏が誰もが勝つと思っていた、石破氏自身自分が勝てるとは思っていなかったのではないでしょうか。その時点では自分が総理大臣になったら安倍派を公認しない、そういった方が世論は受けるだろう、自分の気持ちもスッキリする、そういうところからこの発言が飛び出したのかもしれません。でもいざ総理大臣になってよくよく考えてみると、裏金議員は50人近くいます。これを全員公認しなくてみんな落選したら、それだけで自民党の議席は50議席減ってしまう。そうすると自民党は単独過半数を大きく割り込みます。大嫌いな安倍派が壊滅的打撃を受けるのはいいことだけれども、自民党の議席が大きく減って単独過半数を割り込めば、その敗北責任は石破総理本人にある。思わぬ形で総理大臣になってしまった。いざこの状況に直面すると安倍派裏金議員を全員非公認にすることはできない、そう思い直したんです。でもじゃあどこで線引きするのか、これはなかなか難しい。本当に非公認は無理だ、全員公認するしかない、それによって内閣支持率が落ちたとしてもなんとか乗り切れるだろう、この選挙さえ乗り切って自公で過半数を維持すれば自分は総理大臣に居座れる、そう簡単には石破おろしの風は吹かないはずだ、むしろ安倍派とはそれなりに融和路線に行った方が政権は安定するんじゃないか、周りからそう説得された可能性は十分になります。もちろん世論が猛反発し、内閣支持率は非常に低いスタートとなりました。このまま突入すると選挙で大惨敗してしまう、安倍派を全員公認したら過半数を割ってしまう、そんな恐れが石破総理の背中を押した可能性は十分あります。けれども右往左往ぶれまくっている石破総理が一体どうしたらよいのか、自分自身だけの決断でこの非公認に踏み切った、そうとはとても思えません。それでは仮説2、主導したのは小泉進次郎選対委員長ではないか。この説は一定の真理があるでしょう。石破総理や森山幹事長よりも世論に敏感な43歳、ここは全員公認したらとても選挙にならない、それだけで自民党はそっぽを向かれ大敗を喫してしまう、一番世論の空気を掴んでいたのは小泉進次郎氏かもしれません。三者会談でも強く一部を非公認にするよう迫った。もちろんその背後にはお父さん小泉純一郎の影もちらつきます。小泉純一郎、劇場型政治、かつては郵政民営化に反対した議員を除名し対抗馬を立てて落選させました。そのぐらい大胆な選挙をしなければ権力は掌握できない、小泉進次郎も父親の姿を見て育った、ここは中途半端な対応ではダメだ、むしろ悪者を作って徹底徹底的にやっつけて裏金との決別を宣言しなきゃいけない。そのためには安倍派5人衆の中でも最も悪役となっていた萩生田光一、この人だけは絶対に公認はできない、小泉進次郎的感覚で言うとそれが当たり前の戦略だったのではないでしょうか。そしてその他の裏金議員も公認するとしても比例重複は認めない、裏金議員が小選挙区で落選したのに比例復活する、こんなことがあったら世論からソース感を食らいます。けれども小泉進次郎が主張しただけで果たして石破や森山は動くでしょうか。私はそう思えません。そこで浮上するのは第3の説、実は裏で主導したのは森山幹事長ではないか。森山氏、石破政権以降むしろこの裏金議員の公認問題、石破総理を解き伏せ、各都道府県連から申請さえ来ればそれを受け入れるのは自民党のルールだ、
当初は全員公認への道筋を作ったと言われていますけれども、この幹事長なかなかくせ者、当初からそれを押し通すつもりだったのかどうか、あまり早くに安倍派の一部を切り捨てる萩生田光一らを非公認とする決定が広まれば一挙に反発が起きかねない、解散総選挙の前から安倍派の反乱が起きて、もしかしたら自民党はガタガタになってしまう。当初は全員公認、そういうムードを作ってみんなを油断させ、土壇場で萩生田ら一部を非公認して安倍派を分断する、まさに土壇場での騙し討ち。このような老獪な戦略を練れるのは石破や小泉進次郎ではなく森山幹事長だったのではないでしょうか。そもそもこの問題、当初から全員公認などすれば自民党大逆風、これは相当なしっぺ返しを総選挙で受けることは目に見えてました。だから最初から落としどころは今回のように萩生田氏ら一部の大物を非公認とする、そして裏金委員は全員比例重複は認めない、選挙で勝ち上がってこればみそぎを済ましたとして問題なしとしよう、これによって裏金問題を解決する、ここが一番常識的な線だったと思います。森山幹事長、第6派閥少数派閥のリーダーに過ぎません。今回の裏金問題、そして総裁選挙で第1派閥安倍派も第2派閥麻生派も非主流派に転落した、第3派閥茂木派も麻生派と歩調を合わせて非主流派に転落しました。現在の石破政権は第4派閥の岸田派、第5派閥の二階派、そして第6派閥の森山派、無派閥の菅グループ、この寄せ集めの弱小連合にすぎません。今回の解散総選挙の最大の目的、それは立憲民主党を倒すことよりも最大派閥安倍派の力を削ぐ、安倍派を分断して自民党の勢力図をガラリと塗り替える、ここにあったのではないでしょうか。新たな自民党の中枢を作り上げる、それが森山幹事長の野望ではないか。単に石破総理はそのために利用する見越しに過ぎない。今回の解散総選挙を経て自民党内各派閥の勢力図がどう塗り替わるのか、それによって権力闘争の行方はガラリと変わってきます。最終的に石破総理や森山幹事長、安倍派や麻生派との対決が劣勢になれば、むしろ野党立憲民主党との関係を強化して政界再編を仕掛ける。石破総理も森山幹事長も、そして立憲民主党率いる野田芳彦も、実は財務省に近い。財務省からすれば最大派閥安倍派を飛ばして石破政権と立憲民主党の大連立、それによる消費税増税、そんなシナリオを描いている可能性も十分あると思います。鮫島タイムズ、今後の複雑難解なこの政治の行方、マスコミが報じない裏側も含めて解説していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。